2022年9月28日、阪神の藤浪晋太郎投手がポスティングによるメジャー挑戦を目指す意向を示し、球団にはすでに移籍の希望を伝えていると報じられました。藤浪投手の去就は、次期監督に内定した岡田彰布さんも気になるところだと思いますが、もう一人流出が懸念されているピッチャーがいます。2度目のフリーエージェント権を取得した西勇輝投手です。2018年オフにオリックスから移籍した西投手は、2022年が4年契約の最終年となります。この年は9勝9敗ながら防御率はリーグ2位の 2.18。4年間で36勝をマークし、青柳投手と並ぶ先発の軸である右腕に対し、阪神はこの年の年俸である2億円を上回る大型複数年契約を用意していると言われていますが、ここに来てある問題が浮上したのです。それが、岡田彰布新監督の誕生です。西投手と岡田監督は共にオリックス時代、選手と監督の間柄として共に戦った仲ですが、球界では2人の関係はいまいちというのがもっぱらの評判です。2008年に菰野高校からドラフト3位で入団した西投手は、岡田さんが2010年から2012年にオリックスで監督を務めていた際に1軍に抜擢されました。しかしながら、試合途中で強制的にブルペン入りさせられるなど、強権的な起用に不満を持っていたのです。また岡田監督は西投手が阪神入りした際、10勝って13負けるんだったら、3勝0敗の投手の方がええやろ。と獲得に否定的なコメントをしたことから、確執が噂されているのです。厳しい指導。2011年7月7日の楽天戦、連敗したオリックスで当時監督を務めていた岡田さんは、怒りの矛先を先発の西投手に向けました。腕フレンし、こわごわ置きに行くばっかり。しょうもないピッチングしてるから2回表の投球後にブルペン行かせたんや。6月4日の広島戦以来の先発でしたが、制球が定まらず、初回に3失点、2回にはノーアウト1、2塁のピンチをしのいだのですが、直後試合中に投球練習を命じるという異例の指示を出したのです。これのおかげなのかその後なんとか立ち直りましたが、5回には聖澤選手に決勝ホームランを打たれました。不調でも先発待遇を与えて調整を任せてきただけに、理由が準備不足では許しがたかったという岡田監督。ブルペンでは推定で20球前後くらい投げさせ、さらにマウンドでも8イニング打者34人に対して120球投げさせ、鞭を緩めませんでした。岡田監督は福間投手チーフコーチにも雷を落とします。コーチもしっかり万全の体制で行かせてるんか。そういうことよ。これには福間コーチも、試合前のブルペンで準備ができていなかった。僕らの反省です。とただただ詫びるしかありませんでした。攻撃の方は田中将大投手相手に、初回から3イニング連続犠打の執念采配で1点ずつ返して追いつき、9安打で KO 寸前まで行きました。しかしそんな攻撃の話題を振っても、でもいきなり3点追いかける展開やんか。と矛先はまた西投手に。準備万端であれば勝てる確率も高かっただけに、愛の鞭も厳しかったのでした。巨人へ移籍説。阪神は、4年間監督を務めていた矢野昭弘監督が2022年限りで退任します。9月22日の甲子園での練習中には、西投手と2人で20分以上にわたって話し込んだと言われており、他球団へ移籍する可能性は大いに考えられます。さらに気になる動きもあります。西投手は約3週間の2軍調整を経て、17日の東京ドームでの巨人戦に先発しました。その際、トレードマークの茶髪を黒髪に染め直していたのです。試合は6回3失点で負け投手になったものの、この年の対巨人戦は4試合で2勝1敗、防御率 0.90 と巨人キラーぶりを発揮しました。ネット裏では、黒髪にしたのは茶髪が禁止である巨人へのアピールか、との声も出ました。巨人はこの日、大塚球団副代表が原監督も出席したスカウト会議後、隠してもしょうがない。と秋のドラフトで1位指名する選手を公表しました。名前こそ伏せたものの、将来性でいく。体は小さいけど三拍子揃ってパンチ力もある。と、この年の夏の甲子園で3本塁打を放った香川の高松商業のスラッガー、浅野翔吾選手の指名を決定しました。2022年の負け越しが決定した巨人は、特に投手陣の駒不足が深刻。現場からはドラフトで即戦力を望む声が噴出していた。浅野はそれなりの育成期間が必要で、最重要課題となる来季の V 奪回を考えれば、高校生野手を上位で指名している余裕はないはずです。それでも浅野の1位指名を決定したということは、2年ぶりとなる FA 選手獲得を中心に大型補強に乗り出すということ。先発として計算が立つ西は喉から手が出るほど欲しい選手ですと球団関係者は語ります。そんな中で2023年から阪神の監督を務めると報じられた岡田さんは、リーグ屈指の投手力を前面に出した戦いをすることが予想されます。藤浪投手と西投手のダブル流出は是が非でも避けたいところでしょう。監督内定。一部メディアが岡田彰布さんの監督内定を報道しました。阪神情報に詳しい関西系メディアもこれに追随したため、岡田さんの15年ぶりの監督復帰があたかも決定したかのような雰囲気になっています。全ての日程が終わるまで新監督の話には触れないようにとの通達がされていました。3位争いが熾烈になるにつれ、球団や本社関係者の口も固くなりました。日程終了まで騒がないとの約束を破ったメディアに対しては、取材拒否もあり得る雰囲気でした。とあるベテラン記者が語ります。かといってこの時点では、岡田さんの復帰を間違いないと言い切れるメディアもありません。状況的に見てくぶくりんという言い方でした。同ベテラン記者は、岡田監督になれば、ドラフトや FA に関するビジョンも変わってきそう。と言いますが、気になるのは FA 流出の方です。岡田さんは、西投手に対する評価がとにかく辛口なのです。西投手は2022年8月に、海外フリーエージェント権を取得しました。2018年オフ、国内フリーエージェント権を行使してオリックスから阪神に移籍すると、その後は先発ローテーションの主軸として、タイガース投手陣を支えてきました。しかし阪神に移籍してきた直後の頃、岡田さんはオリックス最終年の10勝13敗の成績を指して、3勝0敗のピッチャーの方がええやろと言い放ちました。西投手が先発ローテーション入りするようになったのは2011年頃で、当時の指揮官は岡田さんでした。成長を見守ってきたからこそ厳しいことを言うのかもしれません。西は練習熱心な方ではありません。隠れてやっているのだと思いますが、天才肌なところもあるので誤解されているのかもと球界関係者は語り、両者の関係を心配する声も聞かれました。阪神は西投手を慰留するつもりでいますが、岡田さんが復帰なら状況は一変するかもしれません。岡田さんの西投手への辛口評価は明らかなものがあり、確執を心配せざるを得ません。西投手の2022年の成績は9勝9敗。単純なプラスマイナスで言えばゼロです。青柳晃洋投手と伊藤将司投手で12の貯金を作っている状況を考えると、岡田さんがまた厳しい評価を下す可能性は否定できません。西投手は阪神での4年間で36勝を挙げており、大きな怪我もなく先発としての責任イニングを投げてくれることの多いピッチャーなので、もし動くとなれば FA 史上の主役となることは間違いないでしょう。新監督の就任と西投手の去就、オフは阪神カラー一色に染まりそうです。